にちは、委員の益子武博です。私からは3月定例会で審議された議案についての一部をご報告いたします。3月定例会は2月28日から3月23日までの25日間で行われました。まずは那須塩原市太陽光発電事業と地域との調和に関する条例の制定について報告いたします。この条例は太陽光発電事業と地域との調和を図るため、太陽光発電設備の設置及び管理について必要な事項を定めることにより、災害の防止、自然環境、生活環境、景観の保全を図ることを目的としたものです。執行部からの説明の後、委員から那須塩原市再生可能エネルギー発電設備の設置等に関するガイドラインが平成30年4月から施行されているが、今回の条例との違いはとの質疑があり、執行部からはガイドラインと条例の違いは許可制を導入するところである、その他禁止区域の指定も条例を制定することによって可能となるとの答弁がありました。審議の結果、この議案は可決されました。この条例が制定されたことにより、建物の屋根や壁面、工場施設内に環境施設として設置する場合などを除き、太陽光発電設備の設置にはすべて許可が必要となります。次に、次年度の税金の使い道を決める重要な3月定例会の予算案件に関する質疑についてご報告いたします。令和2年度の当初予算の編成方針は、事務事業推進のキーワードを持続可能なまちづくりとし、本市ならではの豊かな地域資源や優位性を生かした施策を推進する一方、新時代における共生社会や令和にふさわしいまちづくりを図るというもので、その予算額は一般会計で前年度比 4.4% 増の495億円でした。それでは那須塩原市図書館の運営費について行われた質疑をご報告いたします。執行部からの説明の後、委員から新しくできる那須塩原市図書館に関する予算の中で、備品を購入するための2200万円と図書を購入するための1600万円の詳細を伺うとの質疑があり、執行部からは購入予定している備品は会議室の椅子、机のほか、本を運ぶためのブックトラック、図書返却用のブックポスト、さらに今回図書館にアートを展示する予定もあるので、そのための展示用備品などである、また図書の購入費については、那須塩原市図書館は今回直営になるのと蔵書も増やす必要があることから、新たな図書を選書して購入する予算であるとの答弁がありました。審議の結果、この議案は可決されました。以上で3月定例会の報告を終わります。